高士官は、アスカ時代の僧、白木からの都来人、後に現属して、近在と名乗る。日本初期末第30に現れる、行進のことされ、主張元年10月の大津美子の謀反計画の発覚により父ともども、飛騨国に流罪になったようである。僧侶には、女性と関係を持ってはならぬという戒律があるため、誕生したのはこの年以前のことと考えられる。 記録に現れるのは、俗日本気巻き、第2にある、大宝2年4月の飛騨国からの新名献上の記事であり、文武天皇はこれを聖随とし、盗人以外の大社を行い、目以上の飛騨国師と新名を差し出した軍の大量の、遺会を一回ずつ進め、六を与え、飛騨の人民の不疫を三年間免除したという。そして、聖随としての新名を発見した高史館を免罪し、 入居させた。食器巻き第3には、よく大報3年10月、原続して金材と名乗ったとある。芸術に秀で、賛同と歴術の心得がある、という理由によるものであった。後、人気元年5月、16した金卓良という人物が、国巻連の姿勢を与えられているが、彼は、金材のことではないか、と言われている。金在に関するカテゴリー。 ありがとうございます。